皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらは向川女子大学のステーションキャンパスです。まだね、春休み期間中なんですが、早くね、新学期が始まって学生のみんなと会いたいなって感じです。皆さんね、いかがお過ごしですか。今日はこちらの関西も、とてもいいお天気で春だなぁなんて感じなんですよね。ここに来るまでのね、ところで桜の花がほーっと咲いてるところがありまして、あ、春だなんてね思いました。先週の金土日とですね、急にぐーんと気温が高くなって、そして、月火とね、気温がちょっと下がったんですけれども、今日水曜日ね、またちょっと気温が上がってきました。最低気温と最高気温の差があると、どうもね、やっぱり体がびっくりするんですけれども、ということは自律神経もに影響があるんですよね。なのでもしかしたら皆さんの中には、土日、そうですね、土日ぐらいが急にぐっとね、特に気温が高かったので、なんだか体が重だるいなーなんてね、感じていた方もいらっしゃるかもしれませんね。でもね、みんなじゃないんですよ。元気な人はですね、何があっても、全然平気って感じなんですよね。まあそうなっていられるように、ぜひね、この動画を通じて一緒に体を動かしませんか。というのは健康の定義っていうのがありまして、皆さんもうんうんって納得していただけると思います。運動と栄養と、そして睡眠と、そして心のパワーね、楽しく気持ちよく明るく元気になんですよね。ということでですね、ぜひね、この、ね、動画で、まあ、私のキャラ自体が笑えるキャラクターだと思いますので、一緒に笑いながら動きましょう。今日のこの動画の前に皆さんに、ぜひこの運動を、ね、していただきたいなという思いで、お伝えした動画は、膝股関節などね、痛くってちょっと手術どうしようかなって、迷ってる方がいたら、ちょっとその手術待って、ね、手術しても絶対 100% 良くなるって言えたらいいんですけどね、なかなかそうじゃないケースもあって、人それぞれのね、体の状態にもよりますしね、で手術をしたとしても結局リハビリが大事になりますから、リハビリ、ね、自分の努力が大事なので、それだったらちょっと手術待って、ね、っていう気持ちになりましたので、動画を送ったんですが、ぜひまたね、ご覧いただいて、そのエクササイズをやっていただきたいと思います。そんなにきつい運動ではなくって、それに足のスリム足になり、ピーチヒップかっこいいお尻になる、そういったエクササイズですので、ぜひそちらの動画もまたご覧ください。そしてそのワークをやった上で、今日ですね、お伝えしたいのは腰痛予防、ね、または腰痛になっている方もぜひやっていただきたい。そしてスリムなお腹のラインといい姿勢になりますよ、どこでもできる運動ということで、ぜひね、お伝えしたいななんて思っております。ですね、腰痛になる原因というのはいろいろあるんですけれども、まずはですね、運動不足で、たまに内臓の方から来る場合もあります。胃が冷えてるとかですね、胃が冷えてるとなんだかちょっとね、腰がつらいみたいな感じになって、そういう方もですね、動くと体の中から温まってきますので、あれ、なんか胃もすっきりしたし腰も楽だなっていうケースもありますね。内臓からっていうのはちょっとイレギュラーですけども、一応ありますよね。そして、じゃあ運動不足になるとどういうことかというと、体が硬くなる、血行不良になることによって腰痛になるっていう場合もあります。それとですね、じゃあ運動してるんだけど体も柔らかいんだけど、なんで腰が痛いんだろうっていう方もいます、ね、結構スポーツ選手にも腰痛って方がいるんですけども、その場合は、もしかしたらね、筋肉の筋繊維を痛めてるっていうこともあるかもしれませんが、重心の取り方なんですよ。もう要は中心が取れてない、ニュートラルになっていないということで体に負担がかかっている、そういうのを歪みって言うんですけれども、ニュートラルになっていない、ね、ちゃんと骨の配列がいい状態で重心が取れていたら負担がかからないということなんですよね。じゃあそのニュートラルになっていないという場合はどうなっているかというと、例えばそうですね、横から見たときに、これが、ね、いいニュートラルが取れているときは、だいたいこのくるぶしの上に骨盤が乗っかってるんですよね。それがこう重心がちょっと後ろになってたりとか、または前になってるってなると、後ろになってるとこう、これ以上ね、後ろになったら体が倒れるっていうので、いろんなところが倒れないように緊張しちゃうんですよ。
でこうなっている姿勢を倒さないために自然にこういうふうに体が歪んでくる場合もあるでしょう。または前にね、これ以上前に行ったら重心が前にかかったら倒れないようにってこういろいろ頑張るんですよね。頑張った結果膝がちょっと曲がっちゃってこうなっちゃうということもあるんですよね。不必要にだから緊張しちゃうんですよ。筋肉がこわばって重心がうまくニュートラルになってないことによっていろんなところが緊張しちゃう、痛みにつながっちゃうんですよね。まあ、またはですね、こう、まあ、ちょっと大げさにやるとですね、どちらかにこう重心が横になっている場合、これも不必要にこれ以上行ったら倒れちゃうということでいろんなところがこう、ね、頑張っちゃって緊張しちゃうんですよね。はい、ということで今日は皆さんにお伝えしたいのはニュートラルな重心が取れるようになることによって、腰痛の予防緩和、ね、そしてスリムなお腹になるというエクササイズを紹介します。で先ほど の最初にお伝えしたようにこの骨盤の状態や股関節がいい状態になった方がより効果的に動けますので、なので今日のワークの前にこの前に送らせていただいた膝股関節、ね、が良くなっていくというワークをやった上で今日のエクササイズをやっていただいたらより効果的です。で今日のワークもですね、今までに何度かお伝えしたことがありますので、いつも見てくださっている方はなるほど、あるあるあるということでね、また思い返してください。はい、ではですね、足の幅はマイペースでいいんですけれども、ちょっと意識していただきたいのはこのくるぶしのところです。くるぶしの上に骨盤が乗ってるっていうイメージをしてください。で、極端に言うとですね、前でもない、つま先の方でもない、かかとでもないという重心の位置を見つけたいんですが、骨盤を動かしますね。はい、じゃあ骨盤をこれ前に倒しているので前傾と言います。ちょっとデチみたいな感じ。はい、で後ろに倒す、これは後傾です。はい、じゃあですね、自分のペースでこの辺の血流も良くなって腰も柔らかくなってお腹もへこむんですが、一緒にやりましょう。はい、いいですか、一緒にやりましょう。はい、前傾と後傾、はい、前傾と後傾。それでですね、腰が痛いという方は少し動きを小さめに行ってください。こんな感じでもいいですよ。はい、何でも大丈夫という方はですね、自分のペースでやりましょう。はい、前傾と後傾、前傾と後傾。そしてこの骨盤とこの肩甲骨は相関関係があって、まあ、もっと言うと頭も相関関係があるんですけども、骨盤がいい状態になると顔つき変わりますに関係深いですからね。はい、では肩甲骨も寄せて骨盤をちょっとの前傾です。はい、では肩甲骨自然に開いて骨盤後傾。はい、いきますよ。前傾、はい、後傾、肩甲骨は寄せてる、はい、開く。はい、ではちょっとテンポ変えて1、2、3、4。はい、でついでに背中の凝りも取ります。肩こりも緩和、腕の動きを変えました。はい、1、はい、2、3、4。はい、これに少し手を くるっとこうですね、手首を返せ、1、はい、2、手首を動かすと肩の関節が良くなるんですね。3、4、はい、上、手首をくるって感じ、骨盤は前後ですよ。1、はい、2、はい、3、空眺める感じで、4、はい、大きく動かします。1、はい、2、3、4、5。はい、どうですか、お腹が引き上がってしっかり立ってる感じがあると思うんですね。はい、でここでブル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 、これこのブルブルがよりニュートラルなんですよ。ブル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 、ポイントはこの骨盤をですね、こう動かしてください。ブル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 、そして肘の関節が詰まってると組み方も凝ってます。肋骨も硬くなっているので、ブラン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 としましょう。ブラン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 。はい、では今度はですね、こういう感じでもうね、ちょっと側屈気味に歪んでるっていう調整にもなるんですけれども、じゃあですね、こうわざとこう骨盤こっちに行きます。でこっちの膝をちょっと曲げますね。今度ここをですね、はい、マイペースでいきますよ。はい、横にこの辺の
外腹斜筋と内腹斜筋がクッと反応して引き締まります。はい、横へ、はい、横へ、はい、横へ、はい、膝もこれね、良くなりますよ。はい、では肩も動かします。ちょっと肩分かんなかったら骨盤の方に集中してください。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、手の動きを加えるとちょっと分かりやすいですかね。1、2、これくびれてきます。3、4、5、6、7、8、この上に1、2、3、ウエストをくびれます。4、5、6、7、8、よかったら伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、ちょっと早めます。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、はい、ブラ、1、2、1、2、1、2、1、2、そして先ほどのブラ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 、ちょっと跳ねてみましょう。はい、どうですか？いい状態で姿勢が取れてると思いませんか？さあ、じゃあ3つ目のパターンはですね、この骨盤を円を描くんですね。横後ろ横前、横後ろ横前、動きの大きさは小さくていいです。まあまあまあ自分のペースで気持ちよくどうぞ。1、はい、2、はい、3、4、5、はい、そしてこれブル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 、ちょっと軽く跳ねていただきたいですね。ブッ、いいですね。反対にしてみます。もし反対側に違和感がありましたら、やはり動きやすい方に動かしてください。動きやすい方に、はい、1、2、3、4、5、ブル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 、ホッホッホッ。あ、どうですか？ニュートラルな姿勢が取れていて、中心中央になっていて、この辺引き締まってる感じしませんか？さあ、じゃあここまでのパターン、大きくは3つパターンなんですよ。前後の骨盤の動き、横の動き、回線、あ、4パターンか、ブルブルブル、4パターンです。さあ、ちょっとまとめます。もう一度最初から繰り返しましょう。テンポよくいきますよ。はい、前傾、肩甲骨もこうしますね。はい、後傾、はい、1、はい、2、はい、3、4、手の高さを変えます。1、2、3、手首をくるっと回します。1、2、3、4、上に1、2、3、4、ブル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 、はっはっはっ。はい、2つ目、横いきます。横横、はい、そしてこれに腕の動きを1、2、1、2、伸ばします。1、2、1、2、1、首も楽になってますよね。はい、早めます。1、2、1、2、1、2、背骨、骨盤良くなってます。ブル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 、はい、ブル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 、はっはっはっは。このはって吐くのも大事ですね。はい、3つ目のパターン、骨盤です。1、2、3、4、5、ブルブルブル、はっはっはっは。軽くね、跳ねると、これまたこれもですね、中心保ちやすいですね。反対回り、1、2、3、4、5、ブルブルブル、ホッホッホッ。どうですか？すっきりしてきましたね。じゃあちょっとここで応用です。足をもしもよかったらクロスしてください。ちょっとグラグラするわーという方はクロスなしでもいいですよ。そして手は良ければこうクロスしたいですが、これもちょっときついわって場合は普通につないでください。さあ、じゃあいいですか？膝軽く曲げて、お尻をグッと後ろに突き出す、後ろに突き出す感じで、はい、そして上、あ、こう、ここね、上下に体をグーッと引っ張る感じでいきます。はい、そしてこう背中のストレッチ感を感じて、はい、こういう風に、これも一気にまた良くなりますよ。背骨、ね、肩甲骨、骨盤良くなりますよ。グラグラするところがまたミソであります。グラグラするから体が中心に取らなきゃいけなくなってくるんですよね。はい、では今度は反対回ししますよ。遠くにふーふー、呼吸吐きますよ。吐くのが大事ですよ。吐くのが大事ね。ストレスでも、まあ、変な話、便秘でも体の中溜め込んではダメです。呼吸も吐くのが大事。はい、
私たちはですね、生まれてくるときにおぎゃーって泣いて生まれてくるんですよ。泣くってことは声を出してるってことは息を吐いてます。だから人生のスタートは吐くことから始まってます。はい、じゃあ逆回しですね。吐くのと笑うのと一緒、声を出すのも一緒。笑ってるときは息を吐いてます。いっぱい笑うとお腹痛くなったっていうじゃないですか。腹筋ちゃんと使ってるんですね。笑うの大事。笑うとナチュラルキラー細胞、体を良くしてくれる細胞が活性化。はい、はい、皆さんすごい引き締まってきました。はい、ではですね、手をこれまたこうでもいいですけど、クロスできたらクロスしますね。はい、より姿勢が良くなります。胸をグッと押し出して、はい、そしてうわー、はい、胸を押し出して、ちょっとお尻でチリ、はい、うー、肩を回すようなイメージでいきましょう。1、はい、2、はい、3、これより良くなります。4、はぁ、伸び伸び伸び。そしてですね、体の前の方が縮こみやすいので、ぐっと胸開いてるんですが、良ければここをですね、腰痛予防ね、にはここを伸ばすっていうのも大事なんですよ。なので、ちょっと前に、マイペースで股関節の伸びを感じてください。はい、座骨を後ろに突き出して、マイペースで1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、では足をマイペースで開いてください。で、意外としゃがみやすくなってると思うんですけども、お腹しっかりしましょう。はー、そしてぐーっと気持ちよく脇内ももを伸ばします。はい、反対です。うー、はーい、足を狭めて、はい、軽く膝をこういう風にしてやりましょうかね。はーい、いかがですか。引き締まりました。いい姿勢になりましたね。どうでしょう、ね、しっかり立ってるなって感じがあると思います。さあ、じゃあ最後はですね、わあ、循環よくしていく肩こり緩和、ほっほっほっはっ、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、腰痛予防緩和、お腹がスリムになる、姿勢も良くなるというエクササイズを紹介しました。今日のワークでしたら、狭いところでもできると思うんですね。お仕事の合間、ね、ぜひこまめにやってみましょう。ね、パッ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 とね、やるともう数分で、できるんですけれども、こまめにやっていただくっていうのが大事ですね。そう、腰痛ということで、ずっと座ってオフィスワークでデスクワークをね、オフィスワーク、デスクワーク、なんか同じ、紛らわしいこと言いますね。デスクワーク、ね、ずっと座りっぱなし、同じ姿勢で長時間いると、どんなに体が柔らかい人であっても、血行不良が起きたり、体筋肉が固まるんですね。なので、ポジションを変えるというのが大事なんですよ。なので、もう、まあ、できるならばね、30分に1回はブルブルブルと動いていただけるといいかなと思うんですけど、数秒でもいいですよね。やっていただくといいかなと思います。はい、ぜひね、皆さん、何回かやっていただけるとすっきりしますし、お腹もスリムになります。皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までご視聴くださってありがとうございました。よかったらグッドリーのボタン、チャンネル登録もお願いします。今日の動画と、そしてこの前の、動画と両方やっていただくと、スリムボディ、自分の体を自分でセルフメンテナンスしながらスリムボディになります。はい、ということで皆さんありがとうございました。またね、大谷でした。